はい、どうもこんにちは。落とすなよ。ハリボーです。今回は、ね、僕1年前かな、1年前ぐらいに前回インボディを測ったんですよ。筋肉量とか、自分の体脂肪率とかそういうのやってたんですけど、その動画は結構好評だったので、今回はシーズン終わって約1ヶ月半ぐらい経った今、どれぐらい、まあ、ピークシーズン中の時と、まあ、体の変化があるのかっていうのを今回は撮っていきたいなと思います。はい、いやさすがに1ヶ月半もそんなにね、ちょっとトレーニングやってなかったんでどれぐらい落ちてるのか分かんないんですけど、まあ、ちょっと自分も気になるところなので今回は、はい、やっていこうかなと思います。お願いします。お願いします。いいです。中村くん体重86点、やりますか。いいよ。体重 86.2 2にして、はい、パン1、うん、あ、いいよいいよ、これで。堀込さんのファンからね、私ね、連絡来るんですよ、これやると。いや、どんぐらい変わってんすかね、前回っていうか、シーズン中？シーズンの最後だから、シーズンの最後の方に4月ですか。今がどう変わってるか。どう思う、フリー、体の変化見た感じと。え、前回何倍じゃん。9.2 9.8 9.2 2桁言ってない。9.2? ん？さっき 9.4 か、前回。前回 9.4 パー。俺 1.3 上がってたのに。あ、飲んでた、そうなんだ。あ、片足だけ？片足だけ。で、ね、何回やってる？24回ぐらいやってる。そうでしょ。よっしゃ。逆にしてないでさ、怒られちゃうかもしれないし。どうすか、今のところ。若干上がってそうだなって気がしながら。やってって押し。おう！まだやってない。どうすか、ちょっと上がってるかな。さすがにやっぱ上がるか、うん、ちょっとそれはそうっすよ。そうじゃないか。これでさ、落ちてたら俺やばいよな。シーズン最後の時の体すごかったもん。確かに仕上がってましたもんね、うん、今年結構仕上げたな、体。はい、セクシュー、セクシュー、セクシュー。独立してて、あの腹斜筋、あの腹斜筋が絶対好きだから、みんな腹斜筋ここだよ。そのそのエブライン、エブライン、どうですか、終わり。違う、終わらないの、読んで撮ってたから。私が下がったけど、だけの話どうですか、終わり、うん、ちょっと待って、何パー。結果一緒っていう。一緒、うん、変わってない。ええー、すごいよ、一緒ってガチ、すごい。こんなにお酒飲んでたのに。三頭筋も、あ、でもね、嘘っすよ。え、ここ取ってなくないですか。どこ、誰と誰、そこやらなくて、うん、後ろ取って。嘘っすよ。え、体脂肪率 9.4、うん、変わってない、誰と誰と。だそうです。どうすか、このシーズンオフ1ヶ月半後にもシーズン終わりと同じ体をキープしてる意識、どうすか。ごめん、間違えた。違いますか。あ、でも、お腹の周りは大した、ここは大した変わってない。いや、横も増えたの。なので、まあ、でもそんなもんなんじゃないですか。そんなもんなんだね。だからそんなに変わってないってことよ。へぇー。丸くん。またね。はい。いや、マジで。変わりません。いや、すごい。なんかうまい感じに、あれですね。うん、変わんないですね。なんか減ったり増えたりしてるけど、うん、うまく他の部位でちょっとバランスが、うん、お腹だけお気をつけください。お腹だけ気をつけるか、はい、9.4% って結構いいですよね。
8% 台行こうかな、頑張って。そこまでガリガリにするのか体重、ここからはそこからもコーチングですね。だけどでも体重今年は僕あと2キロ、うん、2.5キロ増やして、あれ増やすって言ってたよね、はい、増やすんで、だからシーズン今まだオフだけど、ここで増やしてください、はい、ここのじゃあ女子肪、はい、女子肪量を増やして筋肉量はやっぱり維持し、あ、増やして筋肉量を増やして、だからもうこっちはいい、このままで OK です。こっちを増やしましょう、はい、女子肪量ね、はい、で体脂肪率はキープで体重を増やす、超難しそうですね。ちょっとまた要相談ですね、はい、シーズン始まったらまたやりましょう。 OK、 じゃあちょっとありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。いやでも良かったです。僕もさすがにちょっと結構ご飯も食べてトレーニングもまあ適度にやってたんで結構落ちちゃってるかなと思ったんですけど、まあ、でもうまいこと体脂肪率も一緒 9.4% でシーズンごと一緒っていうのになってたんで、まあ、でもやっぱ食生活っていうところで結構気にはしてたんで、はい、まあ、それが出てたのかなと思います。でも良かったです。また、次測るのは多分シーズンっていうかあのチームに合流してからだと思うので、まあ、残りのオフシーズンも、まあ、適度に、ね、あのリラックスしながら、まあ、食事はねちょっと考えながらっていう生活でやろうかなと思います。はい、それでは以上になります。堀米康平の公式 LINE を作りました。今登録してくれた方には漏れなく僕が毎日行っているストレッチの解説動画をプレゼントします。概要欄にリンク貼ってますので、よかったら登録してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。